軽井沢は長野県北作郡三代田町に存在した上流所で生産されたウイスキーの銘柄である。長野県北作郡三代田町の軽井沢上流所で作られていたウイスキーのブランド名。製造会社の度重なる九州合併を経て2012年の上流所閉鎖まで販売されていた。軽井沢と銘打たれたウイスキーの発売は1976年であり、この軽井沢は 国産初の100%モルトウイスキーであった。価格は当時としては非常に高価な1万5000円であった。ウイスキーの製造は2000年で終了し、以降はそれまでに製造した原種の熟成及び販売のみを行っていた。上流諸構内に横倒しで並べられたタア跡地に立つ1950年式ポットスチルのモニュメント。左奥は三代田町役場。 軽井沢蒸留所設立以前の1952年、大黒葡萄酒は塩尻でウイスキーの生産を開始していたが、これを本格化するため、1955年ワイン製造を行っていた軽井沢農場にウイスキー蒸留所の建設を開始し、翌1956年にはウイスキーの生産が始まった。蒸留所自体は閉鎖まで同地にあったが、1962年に、 メルシャンがオーシャンを買収、さらに2007年にキリングループがメルシャンを買収した。キリングループの参加となったことで、グループ内の事業再編の対象となり、2012年には完全閉鎖となった。2013年にはメルシャン株式会社が上流所の土地、施設を三代田町土地開発公社へ売却。2015年2月19日、 ウイスキーの製造設備一式は、三与田町から、ガイアフローディスティリング株式会社へ売却された。この設備の一部は、ガイアフローの静岡上流所で利用されている。本上流所最後のモルトマスターは、その後、ベンチャーウイスキーのチーフディスティラーを務めている。シェリー・ソンデの熟成にこだわり、浅間産系の水を使用していた。貯蔵庫は、ツタで覆われることで、 理想的な温度と湿度を保っていた。上流諸平者に伴って貯蔵していた原種はすべて売りに出された。これらは世界各地のボトラーの手に渡り販売されている。特にオークションにおいて軽井沢の人気は非常に高く、香港のオークションで10本セットが50万香港ドルで落札されたり、ウイスキーマガジンのオークション指標でザマッカランを抜いて、 世界トップの評価を得ている、軽井沢上流所に関するカテゴリー、ありがとうございます。